Good morning. 今日はですね、一日お買い物しに行こうと思うので、その Vlog を撮っていきたいと思います。そう、お買い物行く前にですね、ちょっとご飯食べようと思ったんで、今モンサラットのアースカフェというところに来ています。それでは早速、Let's go!ブランチを終えたので、彼をピックアップして一緒にお買い物しに行きたいと思います。彼が来るからこれからは英語ですね。なので日本語の字幕でお楽しみください。 We just got to Amano Center and there are so many cars. One of the things that I noticed is that American people want to park right next to where they're going. I feel like it takes longer to look for a parking closer to the store than just park far and walk over, you know? I love looking for parking. Oh, this guy! Finally, this truck is going, so we can take the spot. And it's not too far from where we're going, so that's good.We got hungry, so we're at Island Brew. Yeah, I'm starving for some reason. I just ate, but I'm having another sandwich. I just had a sandwich at a different cafe, but it's okay. Tell me one thing. Is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow.So we finished shopping at Almona and now we're headed to this second-hand clothes shop. It's called Plato's Closet and I need to look for winter clothes because I'm moving to LA and I barely own any sweaters. But I like buying second-hand clothes because it can reduce the carbon footprint and water, all these other resources that's associated with new clothes.So how much did you spend at Plato Closet? So I bought 4 things and the total came out to be $25. So I bought 3 tops and 1 tank top. Yeah, pretty good. I'm ready for LA. So our last stop is Patagonia. Patagonia is such a sustainable company. They areI believe certified B Corporation, so they are not only good for the environment but also they have initiatives to improve the society as well. So it's a really great company, so I personally love it. I was looking for my boyfriend's Christmas gift and I thought a sweater from there would be nice,
and I just revealed my Christmas present for him. I wanted to make sure that the sweater fits him, so I'm bringing him with me so he can try it on. I only wanna be close to you. Alright, we finished shopping everything. We bought a lot of things. Mostly I bought a lot of things. But yeah, we're gonna head home and I'm gonna reveal everything that I just bought today. So yeah, let's go home! ということで、お家に帰ってきました。今ですね、外が寒すぎてタートルネックに着替えたんですけど、これから今日買ったものを公開していきたいと思います。まずはですね、最初に行ったエソップっていうお店ですね。エソップは Certified B Corporation といって、地球にも優しいし人にも優しいっていう会社に認定されているんですね。でここのスキンケアって使ったことなかったんですけど、私の親友で YouTuber でもあるユナがエソップのハンドクリームをくれたんですね、誕生日に。でその時にサンプルでついてきたトナーとかセラムがすっごい肌に合っていたんで、ずっと使いたいなと思っていたんで今回買ってしまいました。対象はですね B&T バランシングトーナー。この隣にはグリーンティー、緑茶が入っていて、なんかすっきりするんですけど、ちゃんと保湿もしてくれるっていう優秀なもので、匂いも控えめなので男性でも女性でも使いやすいものだと思います。エソップではもう一つ買ったんですけど、2個目はパーフェクトフェイシャルハイドレーティングクリームですね。これはトナーの後に使うクリームで、これもすっごいリッチなんですけど、つけ心地はマットなので、つけてもベタベタしないというか、すぐに肌に馴染んでくれるので、メイクとかもその後しやすいクリームでした。ホホバオイルとかシアバターが入っているので、すごいね、保湿するのにぴったりです。いい香りで、エソップのいいところはちょっと使っちゃっても肌に合わないなって思ったら返品できるんですね。店員さんによると、まあ、3分の1以上使っちゃうと返品できないんですけど、まあ、数回使っただけだったら返金してくれるそうです。スキンケアを買うときってよく容器が何でできているか見るようにしているんですね。でエソップは下がガラスでできているので、洗って再利用もできるし、リサイクルもしやすいです。次に行ったお店が R プラネットですね。 R プラネットは地元の双子姉妹によってできたブランドなんですけど、2人とも多分確か現役大学生かな。最初はオンラインでゼロウェイストの商品を売るみたいな e コマースだったんですけど、最近アラモアナセンターにポップアップのお店を出すまでに発展していて、すごいこれからが楽しみなブランドなんですけど、最初はバンブー歯ブラシ。歯ブラシはもうここ数年ずっと竹のものを使っていて、プラスチックのものと違って柄の部分がバイオグレーダブルといって土に返りやすいんですね。だからプラスチックのものよりも環境に優しくって、もう一個買ったのはこのマッシュルーム柄のタオルですね。これはスウェディッシュディッシュクロス。水に濡らすとこう膨らんで雑巾になるんですね。で使い終わったら絞って乾かして何度でも使えるっていうタオルで、で最後買ったのがキャンドル HXH っていうブランドで、これはハワイ地元のアーティストが作っているキャンドルなんですね。で香りはスパイスチャイラテ、なんか甘すぎずちょっとスパイシーな香りで、もうほんと大好きなんですよ。これもね、ちゃんと外側がガラスなので使い終わったら洗ってリサイクルするか、他のものを入れてまた使うか。次はですね、買う予定はなかったんですけど、ノードストロームに行ったらポップアップをやっていて、ここで私の大好きなジョース&ジェムっていうブランドがあって、ハワイ地元のブランドなんですけど、すっごいいい香りのキャンドルとかルームスプレーとか売ってるんですね。車用のエアフレッシュナーが売っていたので買っちゃいました。
ちょうどずっと使ってたエアフレッシュナーの香りが切れちゃって、新しいの欲しいなって思っていたら偶然通りかかったので買ってしまいました。グアバの香りですね。グアバネクター、はあ、甘くていい香り。プレイトーズクローゼットでは4着買って25ドルだったので1枚6ドルちょい。1着目がオレンジの長袖。私基本白とか黒グレーとかすっごい地味な色しか着ないので、ちょっと気分を変えてオレンジ黄色橙色に行ってみました。2着目が白のセーター。下にシャツ着てもいいし、これ1枚でもいけるしみたいな。でちょっとゆったりしてるからダボっと着れるのでいい感じなので買っちゃいました。でこれが赤いトップス。あとはこっちの人が大好きなアグリースウェター、なんかこういう柄物のセーターがクリスマスの時期すごい人気なんですよ。これはずっと持ってて毎年使えるのでまあいいかなって思って。新品のお洋服を買うときはそれだけ水とか石油も使われてるし、それを輸送するのに二酸化炭素も出ているので、新しい洋服を買うときはちょっとそういうところも意識するようにしています。今日一番高かった買い物が彼用のパタゴニアのジャケット。パタゴニアってすっごい環境にも優しいしすごい応援してるんですけど、そこでちょうどジャケットがあったので奮発して買っちゃいました。私の彼はあんまり環境とかサステナブルとか興味がないというか知らなかったんですね。サステナブルとかって知らない人にとって始めるのって難しいと思うんですけど、でも周りで行動を起こす人がいたり教えてくれる人がいると気づける瞬間っていうのがあると思うんですよ。だから私も彼に強制はしないけど自分の行動で示すっていうか、それは使っちゃダメ、あれは変わっちゃダメとは言わないけど、環境に優しいブランドについて教えてあげたり、向こうも嫌な気もしないし興味を持ってくれるきっかけにもなるかもしれないので、ちょっとずつですけどサステナブルっていうことを身内から広めていこうとしています。というわけでこれが私のショッピングをした一日でした。お金を使う時も地元のブランドを応援したり環境保護につながるブランドでお買い物をしたりとちょっと気使うようにしています。楽しんでいただけたでしょうか。この動画が面白かったという方は高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。この隣には何書いてんだろう。25ドル、8、8、32、8、8。